漢中の山々に葬儀の将兵の勝ちどきがこだまする。花公園らの働きの前に食軍は漢中から軍を引いた。だが一方、果たして慶州に陣取っていた関羽が進撃を開始。一息に高陵から上陽へと北上、繁盛を包囲するに至った。これに対し繁盛を守る宗人宝徳らは決死の覚悟で防戦。しかし軍神関羽の猛攻の前にその死力も尽きようとしていた。曹操はこの形勢を覆すべく孫悟へと教頭の使者を送る。また自らが孤高と頼む将来に繁盛の救援を命じた。今こそ慶州に軍神を打ち戦乱の世の趨勢を決する。曹操の決意を受け葬儀のすべてが奮い立つ。花公屯、花公園、曹丕、徐行、猛将が今決戦の繁盛へと走る。この花公玄奘の武見せてやるとしよう。なんだよあれ、棺なんて縁起悪いな。あんな格好して本当は投降する気じゃねえのか。あいつは道館で下ってきた新参だもんな。待たれよ宝徳殿。棺を担ぎ打って出るとは何のおつもりか。無論自ら果てる道理はなし。これはそれがしの覚悟。死たる者、死を厭わず己が本分を全うするべし。故に死を隣に置き望むのに。覚悟受けたまわった。みんな機嫌を上げよ。ここにいるは不撓不屈の強者のみ。団結して軍神関羽を打ち砕くのだ。おお、遅くなったか。繁盛はどうなっている。繁盛におわすは宗人殿と宝徳殿、必ずや持ちこたえておられるはず。しかしそれも我らの助けなしでは長くは持つまい。急ぐぞ、職などに慶州を譲るわけにはいかん。敵はすでに繁盛を包囲しているようだ。まずは繁盛の救援に向かうぞ。このままでは一刻に勝負を死なすだけ。ならば一層だ、裏切り者とさしられようと。全部は俺が打ち消してやる。これだけの手紙に打ち合わせせん。あの者、私の策を逃がし、先に始末しておくべきか。さあ来やがれ、お前なんざひとひねりだ。お前一層奮起せねばなりませんな。どうしようもねえ。無能すぎる。
繁盛を守りましょうぞ。父から救われた戦闘だ。ゼロワン無駄になる。感服つかまつった。これぞ武の神髄。敵の宝石が一向にやまない。このままだと城が崩れてしまうんじゃ。宝石などくだらん手を使いよって。敵の投石、止めねば被害が広がるのだ。速やかに止めるのだ。消してやる。敵手分けにはいかん。まだ諦めるわけにはいかない。慶州に艦を割る限り覚悟する。時に平穏はないか。そして今こそ共闘して艦を倒そうぞ。協力感謝する。艦は我々に任せてもらおう。よっしゃやったぞ。にお見事です。私も見習わなければ。消してやる。
勝。覚悟現状は打ち取った。いつもながらお見事な武勇。策も出番もありませんが。さあ来やがれ。お前なんて一人でだ。やめてろ。これで勝ったと思うなよ。私は負けられない。消してやる。父を、そして兄弟のために。覚悟。よし、今から繁盛に向かう。消してやる。拙者たちで勝負を決するぞ。私にはまだなすべきことがある。ここは引こう。報告、報徳殿を発見いたしました。ずっと交戦中です。守りの薄い地を攻めた。迎撃せよ。諸軍を繁盛に踏み入れさせるな。消してやる。容赦の邪魔をする気か。ならば容赦はしないぞ。消してやる。バカにしているのか。どうすれば。これで勝利を。陰性段階だ。消してやる。拙者はまだ負けたわけではない。体勢を立て直し、すぐに戻ってきてみせる。繁盛への攻勢が弱まってきた。進め、今こそ関を打つべき時だ。報告、六軍本陣前の席は閉ざされています。関を、さすがに足安とは崩れんが、だが、その粘りもそう長くは持つまい。何の、我が軍の準備に使いなし。勝者を用意してきた。これで敵を破るぞ。やってやる。事件関羽だろ。冒険者が助けに動いてな。私感謝の言葉もない。ゆえにただ戦働きで報いるのだ。なんという強さ。ここは引く。見事な戦ぶりだな、道徳。お前の覚悟を俺をも足りなせとは。戦をしばらく横目。一人で勝てるとでも思ってか。消してやる。覚悟する。体に飛ばしてやる。
たねばならん。そのためならば軌道の阻止にも感知しよう。父上のもとへは行かせない。拙者の全力でお前たちを止める。関羽の子供らよ、結構名前だ。貴様らごときにこの俺が止められるか。なんという武勇。敵将加工現状が討ち取った。ここは決して通さない。カン・アンヘル、してやる。マイク、今度こそ絶対に倒れはしない。父上への道、どうしてなるものか。父上のところには行かせません。私が守りますから。この一歩の恩賜を持ちにしてやる。目の前の戦に専念しましょう。なすべきことを果たせなかったか。来たか。砕いてやる。半運動は義の刃、のみで受ける。関羽、お前の時は俺が切る。猛徳の邪魔をさせん。アコート、掃除の部見事なり。兄弟との誓い、たがえるは無念だが、貴公らとの戦で果てることに悔いはない。加工殿、曹操殿にさらばと。それがし、小野が棺に覚悟を託さねば貴公に屈していたやもしれぬ。軍神関羽、貴公が戦に託した覚悟、とこしえに胸に刻もう。かたじけない。何じゃ関運長、お先に失礼つかまつる。乱世の先、ようよう見えてきたか。世に軍神と称された関羽は繁盛に散った。時に共に戦い、各将として迎えたこともあった希代の英傑。曹操は勝利の方にうなずくと同時に、その死を深く悼んだ。その後曹操は共闘の報酬として孫吾に慶州を与える。これにより曹操と孫権は天下を南北で分かち合う形となった。一方、西による劉備は関羽の仇討ちと打倒曹操に燃えていた。曹操の義、孫権の語、劉備の職、三国は定立し争い続けていく。曹操はその果てを思い、そこに己の理想がなることを願う。人は時代を作り、時代は歴史の中へと刻まれてゆく。曹孟徳、その歩みきた道こそが時代を動かす力であった。そして今、彼は歴史の中の輝きの一つとなる。さあ、
ふりふりふり。なっ、うぅ、どうして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 、さすがでござるな。カウが言ったか。しかも、お主、わしの力を告げるな。父よ、いきなりどうなされた。関羽の死で、一つの時代が終焉を迎えた。わしが、関羽が、袁紹が、男たちが、かけた時代よ。わしも、そしておそらくは劉備も、遠からずそのもとへ招かれよ。だがお主らは進め、我が力を継ぎ、天下をあるべき形へと導くのだ。わしには見える。お主らが惜しく戦い、前へと進む姿が。よいな士官、人は前へ、明日へと進むのだ。この空を、新しき世へ。